はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日は、ダイソーさんで最近発売になった撮影ボックスを開封していっちゃいたいと思います。それでは早速いっちゃいましょう。はい、ということでですね、ダイソーさんで最近発売になった撮影ボックス、こちらがそれなんですけど、なんかもうこの見た目からしてこれ100円ショップの、これ100均の商品ですかって感じなんですけど、まあ見ていただいたらわかるんですけど、これ500円のね、商品となってまして、まあ撮影ボックスなんですけど、まあ撮影ボックスってなんだっていう、まずところだと思うんですけど、この見ていただいたらわかるように、この時計の感じですね。これスマホで時計を撮影してるんですけど、撮影する時の背景を真っ黒にしたりとか、真っ白にしたりとか、そういうことによって映える写真が撮れるっていう感じの、まあ、こう商品を撮るとき、使うようなもので、まあ、俺のチャンネルでは、なんていうんですかね、まあ、飲食店さんとかを、こう、撮影させていただくときとかに、その商品とかを、これ白い背景とかにして、撮れたらいいんじゃないかなっていうことをちょっとある人から、アドバイスいただきまして、まあ確かにそうだなと思って、まあ500円ぐらいなので、まあ100均の商品にしたら高いですけど、でもこんなね、いい感じのものが500円で買えるんだっていうところで、まだ実際中身見ていってないので、中身見ていきたいと思います。こんな感じで、こういう黒いやつと白いやつが入ってます。せっかく買ってきたんで、壊さないようにしたいんですけど、どんな感じかな。こういう感じですね。こういうなんかこういう感じになってて、すごいのが、もうここにですね、LED ライトがついてまして、これで照明で光らしながら撮れるっていう感じです。まずですね、こんな感じでビロンビロンなんですけど、ここになんかボタンみたいなのがあるんですけど、ここにこうやって、こんな感じで穴を、こう、入れていって、こんな感じですかね。はい、あっという間に出来上がりました。はい、ということでこんな感じで光があるんですけど、これですかね。これをつけていって撮影する感じなんですかね。こういうことですかね。で、一応この黒いお皿と、あとこちらお饅頭を用意してるんで、ちゃんと撮れるか、試していってみたいと思います。それではお饅頭をお皿にセットしていきたいと思います。よいしょ。まあ、このパッケージの感じで、スマホを使って写真撮っていっちゃいたいと思います。なかなか撮りづらいです。こんな感じで。とりあえず写真をこんな感じで撮っていきたいと思います。こういうことかな。こういうことかな。こんな感じですかね。こういうことかな。ちょっと一旦他の被写体で撮影していきたいと思います。この、湯飲みですかね。これで試してみたいと思います。はい、こういう感じですかね。こんな感じになってますけど。これ撮ってみます。はい。パシャリ。こんな感じの写真が撮れます。はい、ということでこんな感じでいい感じのタヌキちゃんの写真が撮れました。新しい撮影ボックス手に入れましたので、ぜひともですね、これを活用する撮影を今後とも頑張っていきたいと思います。こちら、ダイソーさんで新しく発売されました撮影ボックスご紹介させていただきました。そのね、タヌキちゃんを見ていただけるとわかると思うんですけど、すごいいい感じに写真撮れますので、ぜひとも皆さん、ダイソーさんで撮影ボックス見つけたらご購入検討いただけますと幸いでございます。本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。